はい、どうもこんにちは。今日は干潟と磯にいる生き物の違いを紹介しようと思います。干潟と磯って、まあ、近くにあったり、するんですけど、生き物って結構違うんですね。まあ、どっちにもいる生き物もいますし、干潟により多くいる生き物もいますし、まあ、一方で磯によくいる生き物もいます。まあ、その違いをね、動画使って紹介していこうと思います。まずはね、干潟から行こうと思います。はい、早速ガザミがいましたね。子供のガザミですね。ふんどしちっちゃいんでオスですね。この後ろのね、パタパタしてる、ここがねオールみたいになってて、足がここで泳ぐことができます。なんで多分こうポチャンって入れたら、ああどこ行った、あいたいたいた、これね泳いでいくんですね。危ない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 、手やったら挟まれそうになりましたね。豆こぶしガニですね。これ横じゃなくて前後に歩けます。ちょっと変わったカニです。ちょっと置いてみましょう。前に歩いていってますね、こんな風に。手のりエイちゃんじゃない。かわいい。用事みたいな形しているから用事用って言うんですけど、20センチぐらいあると思います。確か赤クラゲってですね、毒持ってるんでね、触っちゃいけないんですけどね。こうやってふわふわしてるとちょっと癒し系で可愛いですね。やばいやばい、これ見てください。クラゲ1、2、3、4、5、6、7、8、9、10、11、12、13、14、ちょっと多すぎますね。クラゲ、クラゲパラダイス、クラゲパラダイスになってます。あとはですね、私が大好きなコブヨコバサミもここに、コブヨコバサミ1匹、これもかな、あ入ってますね、ちょっとこれ大きいですね、2匹。ちっちゃいウニがいました。これよく見るとね、針動かしてね、歩いて動くんで、じっくり見ると面白いです。
今海の底ガタガタしたらアムラムシロバイが50匹ぐらい出てる。ちっちゃいウミウシがいました。黒下なしウミウシってやつです。触角がピョコンって2つ出てね、かわいいです。体は黒いですけどね、縁はオレンジ色してて、うん、ふわふわです。ウミウシいました。これメリベウミウシって言って、なんか足みたいなのが見えますね。でここのなんとか上のところが頭とか口で、ここがすごい大きく開いて、砂の上にいるなんかこう生物を丸ごと飲み込んで食べたりしますね。ちょっと今水がないんで、ちょっと水入れてあげて、なんかふわふわしてくねくねして可愛いですね。すごいですね、足がすごい動いてますね。わかりますかね、イソガニいますね。でっかいですね、あれ。オスでしょうね、これ。ハサミ大きいんでね、ちょっと捕まえてみましょうか。なんか挟まれそうで怖いですけど、あそこにも超でっかいイソガニさんいますね。これ多分5センチか6センチありますね。取りたいんですけどね、手近づけるとすぐ送っちゃうんでね。何種類かいるんですけど、これが肉食性の貝でイボニシってやつですね。あー、今なんか出てきてますね。これがちょっと名前わかんないんですけど、この貝とこの貝と同じ貝で、おそらく草食性海藻を食べる貝です。この右にいるなんか丸っこい、蓋がついてるやつ、この2匹これはスガイっていう名前で、これも草食性の貝ですね。サザエみたいに海藻を食べるワカメとか、そういう石のとこに船虫がいますね。
ちっこいヒトデと大きいヒトデ取れました、ね、ちっこいのと大きいの、ちっこいのと大きいの。すごいこれ。海藻たくさん食べたんですか。もっちもちじゃんこれ。大福みたいになってますよあんた。優しい大福。かわいいですね。アマモ場にはね、アメフライさんたくさんいますからね。磯とかでワカメとか海苔がたくさんあるとこにもいますけど、アマモ場にもいます。こうやってね、逃がしてあげます。ふわーっと。はい、どうだったでしょうか。干潟と磯、それから干潟と磯の両方にいる生き物たちを紹介しました。実際に干潟とか磯でガサガサと生き物を取ってみると、今紹介したような傾向が観察できると思います。まあ、生き物っていうのはね、春から夏にかけてたくさんこういるんで、まあ、夏休みの自由研究で生き物の生息場所の調査をしてみたら、もしかして面白いかもしれませんね。しかもね、今まで見たことがない生き物に出会えるかもしれません。そんな感じです。